ところで、明日の予定はどうなっているのかしら。そう、奇遇ね。そして哀れね。どんなイベントだか知らないけど、私の公演と被るなんて。特に理由はありませんが、明日は年に一度のスペシャルステージ。きっと伝説に残る公演になるでしょう。プロテアもゲストに呼んでいるわ。じゃあ、そういうことで。安物のお茶、ごちそうさま。ご鑑賞ありがとうございました。本日のプログラムはこれで終了となります。お帰りの際は足元とコイン残量にお気をつけて、心ゆくまでスロットをお楽しみください。こんにちは。今日の公演、楽しんでいただけましたか？今回は怪獣役じゃなくて女神様役だったので、ちょっと緊張していたのですが、マスターさんがいてくれたので気持ちがすっごく楽になって、最後まで失敗せずこなせました。メルトリリスも今回は9対点って褒めてくれたんですよ。これもマスターさんのおかげですね。いいえ、それほどでもあるのです。いつもアリーナ席にいてくれて、最初に拍手をしてくれて、最後まで拍手をしてくれているの知っています。そうやって見守ってもらえるのが私はとても嬉しいので、今回もご期待に応えられるよう頑張りました。仲がいいというのはちょっと違うかもです。私たちサクラファイブはどうあってもいがみ合う関係なので、パッションリップはちょっと怖いし、なんか性格も似ている気がするし、でも以前ほど苦手意識はないんですよ。それは他のエゴたちも同じだと思います。メルトリリスは相性的に私に勝てないから怖がる必要がないというのもあるけど、私ちょっとだけメルトリリスを見習おうかなって。あの子が強いのは自分の造形美を誰よりも信じているからなんだって気づきました。外側からの評価とか他人の目とか、そういうの全然気にしてないのです。いつかそんな風になれたらいいなって、そう思うキングプロテアなのでした。ステージは終了しました。観客席に残られているお客様には速やかな移動を要請します。1番ゲート横の階段をお使いになりますと、控え室まで最短距離で移動できるでしょう。えへへ、おしゃべりバレちゃいました。それではまたいつかどこかで、次はもっとかっこいい私を見せちゃいます。 To be continue。大した勇気ね。あのプロテアと平気で話せるなんて。それともただの物好きかしら。白鳥もアヒルも同じ鳥だみたいな。アルターエゴなら誰でもいいと誤解してしまいそう。
ま、プロテアに話し相手ができたのはいいことだけど、それで寄り道が大好きな一般人さん、ここには何をしに来たのかしら。ひねりのない返答ね。退屈すぎて膝のトゲが戻ってしまいそう。ま、期待していなかったから気落ちはしないけど、今日の主役はこちらなわけだし。よどみなく返したわね。あなた、たまに強気になるのはどうかと思うわ。そういう時に限って表情が穏やかなのも。はい、そこのテーブルに置いておいて。ありがたく受け取っておきましょう。さて、じゃあお望みのセリフを言ってあげる。回りくどいのは趣味じゃないし。いつまでも懲りない私のマスター、甘いバレンタインのチョコレートをどうぞ。メモリーがザクザクのフラッペでできているの。リバイアさんよ、リバイアさん。仮にペンギンそのものだとしても、私の住所はリバイアさんなの。まあいいわ、俗人には理解できない神話上の話だから、この件についてはあえて説明しません。それより、わかっているわね、マスター。私から人間に贈るものは、すべて蜜という名の毒。それはバレンタインでも例外ではないわ。そのチョコレートは、あなたの覚悟を試す麻薬。私たちの関係を明確にする完成。具体的に言うと、食べたら私の従者、ペンギンになってしまうの。それでも食べられ。この人もう食べてるんですけど。しかも何の変化もないし、どうなっているの一体。まあいいでしょう、今のは余興です。私の本命に当たるチョコレートはもっと美しい水晶のごときチョコなのですから。ところで、今のためらうことのない慣れた手つきで気になったのだけど、あなた、他のサーバントからのプレゼントは一つでも受け取っていて。まあ、こんなにサーバントがいるカルデアで、なんて悲しい生き物なのかしら。でも安心して、私はそんなことで評価を下げないから、むしろ上げたから。大丈夫、あなたなら必ず他にも受け取れるわ。まだということは、これから受け取るという可能性があるということだもの。なら換金よね。出会いそのものがなくなれば、受け取るチョコはもう増えないのだから。どうか怖がらないで、哀れな人。ただ丸一日、私の中で溺れるだけです。明日になれば解放してあげる。経験値も命も奪いません。大体、恋に飲まれることに何の不満があるのかしら。私のファンなら光栄でしょ。はい。女の嫉妬というのがどんなものか、思い知っていただけて。落ちゆく先は水天宮、秋葉のごときマニアックス。これに懲りたら、バレンタインデーがいい日だなんて思わないことね、お魚さん。そう。ならお仕置きね。
分かっていたことだけど胸が高鳴るわ。気楽なトークはここでおしまい。悪夢の追加公演といきましょうか。リヴァイアさんをメインにした私は普段より嫉妬深いと知っていたでしょ。そんな私の前で浮気しているなんて堂々と言ったんだもの。挑戦と受け取っていいのよね。命知らずの魚の餌さ。一般客はスロットで溶かしていたけど、あなたは特別。私の体で溶かしてあげる。見てなさい。他のサーヴァントのことなんて口にできないくらい。脳の髄までたっぷりと私の虜にしてあげるから。